織田秀信は、安土桃山時代から、江戸時代にかけての武将、キリシタン大名。織田信忠の着男、織田信長の着孫、岐阜城主。官位は肖像くらい中納言で、岐阜中納言とも呼ばれた。天正八年、織田信忠の長主として生まれた。幼名は三宝子。母、徳寿院は、塩川長光の娘、森吉成の娘、あるいは武田信玄の娘。 松姫とも。なお、母が松姫の場合、武田信玄の外孫ということになる。美濃国古籍校によると、和田孫大友女であるという。高野三七因果古長は、母方の祖母を神道士としており、神道士の娘の可能性もある。天正十年の本能寺の変の際、父、信忠の居城岐阜城に在場していたが、前田玄威、長谷川義美地区あるいは、 木下坊に保護されて、清洲城へと避難した。この折、二条城におり、信忠から末期に雪光の担当を与えられたという言い伝えがある。同年、清洲会議において、橋場秀吉の終戦により、わずか3歳で、織田壇長中華の家督を相続し、直轄領として、大見国中軍20万国を得る。大官は、堀秀政が務めた。この際の決定で、 安土城に移ることになったが、おじの織田信隆によって、岐阜城に留め置かれ、これを発端として秀吉と信隆は眼下を交えることとなる。信隆が敗れて降伏した後は、一応の整備がなった、安土城を借り屋敷へ移り、織田家の家督代行となった、織田信夫の貢献を受けた。ただし、織田氏の家督継承は、織田政権の解体と、豊臣政権の確立の過程で複雑な権威を、 たどっている。天正12年に、橋場秀吉と、織田信夫が対立すると、三宝氏は、安土城から、坂本城、ついで、京都の秀吉の下に移された。そして、同年11月に秀吉と信夫が講和をすると、政治的立場を逆転させた、豊臣秀吉は、織田家の家督を信夫に正式に認め、三宝氏は再び、坂本城に移された。天正年、 9歳で、岐阜に入って元服し、サブロ信と名乗り、十四に下行辞従に、ジョイ、任官した。四月の御用勢天皇の呪楽大行行を記した、呪楽定行行期には、サブロウ辞従、秀信阿孫の名が見える。この時の列席した、辞従、少将の官位を持つ大名の中での席次は五番目であり、前田利家や豊よ秀勝、結城秀康らに継いだ。 天正18年の小田原征伐において、関西重州所家府の堀秀政の公には秀信が六番隊として、三人して左備えの大将である秀政の指揮下で、鉄砲隊を供出して戦ったとあるが、堀家大系図初衆の秀吉主任上には、六番、橋場岐阜二重とのみあり、徳富祖宝はこれを、池田照正として、天正16年4月の樹落大行行の時点では、照正が、 岐阜自重であることが確認できるのであって、記述は疑わしい。また、小田原神々立てによれば、6番隊は越前勢で構成され、同じく、橋場自重であった青木周囲がおり、これとの混同の可能性も考えられる。いずれにしても、厳服を終えたとはいえ、大した所領も与えられていない10歳そこそこの九州の維持が、陪身の配下で参戦するとは考えがたい。なお、 小田原征伐後に、関東地方へ違法となった、徳川家康の丘陵への違法を拒絶した、小田信夫が改役され、その後着難の小田秀夫が大名として取り立てられて、小田家当主を継いだ。文禄元年、秀信は当初、文禄の役に出陣する予定はなかった。しかし、同年9月9日に、岐阜橋場家の豊臣秀勝が没すると、秀吉はその医療である。 美濃国十三万国と岐阜城を秀信に与えた。この際、秀信は、秀勝の養子として継承したと、勢い衆軍記には記されている。これは全く根拠がないことではなく、豊臣政権が、織田信長の逸夫である、橋場秀勝の後を秀吉の老いである、豊臣秀勝が継ぎ、その後を秀信が継いだことにすることによって、信長の後継者は、信夫氏ではなく、 秀勝であり、秀信はその後継者であるという方針を打ち立てたとも考えられるからである。これに伴って、長岡忠興、遠藤種本、遠藤義太から9番隊と、チェジュ島で在陣中に没した秀勝が率いていた。美ノ州8000人は、秀信の過労の都戸土綱家が出陣して、急遽、これを率いることになった。陳樹城攻撃計画では、美ノ州からは、 不残に手不振を行う6000人の動員が予定されていたが、実際の5月の陳事情攻防戦で、動員されたのは4018人で、都会して、方位部隊に編入された。家臣団には、津田本綱など、信孝、豊臣秀勝らの家臣だった者が参見されるが、このほか池尻上昇を務めた犬長美など、斉藤家急進、斉藤忠し院権や斉藤徳元など、 斎藤一族、武藤介十郎など、時一族も見られ、美濃衆を家臣団として再結集した様子が伺える。ガ毛氏里の所長氏、カ毛も届き、剣豪と言われる、足立正造なども秀信に仕えた。12月、秀信は、鏡島港を築き、免許状を与え蘇城二船の最終港の地位を保証した。文禄2年3月6日。 松浦古事記によると、秀信は寺西正勝らを共に引き連れ、秀吉のいる名古屋城に人中見舞いと称して参事にした。同年10月3日には秀吉に従って参大した。この時すでに橋場生も送られていて、岐阜中納言として資料に見える。このことから十三に、中納言に少女、任官していたことがわかる。文禄三年正月には新区下衆の一人として、 三大した。小前日記の同年2月の記事には、岐阜中納言様ご内出との記述があり、中納言助人と同時期に正室を迎えたことが伺える。5月23日、名古屋城にて、民氏陳意家が秀吉に越見した際に、徳川家康、前田利家、秀信、小早川秀明、豊臣秀康、上杉景勝の6名は同室で施行していた。同年、 祖父、信長に習って、迂回を保護したことなども伝わる。秀信時代、迂回船十二艘があったとする道地の記録が今日に伝わる。迂回の保護は、後の岐阜領主にも継承された。文禄四年正月には関白を継いだ、豊臣秀寺に従って散大している。同年三月八日には秀吉が、受落大に、秀寺を訪問した際、兵を率いて、道中の警備を務めている。 この時どちらに従っていたのかは不明であるが、秀次事件に連座していないことから、秀吉よきに服していたようである。関ヶ原の戦いに際しては、前年から戦自宅を進めていた不死が見られる。慶長4年うるう3月、岐阜の家臣、立川主前に対し、石田三成の武行職員対、沢山城地実を受けて、稲葉山、町口の防備を固めるよう書面で指示している。 慶長5年に入ると、イエズス会宣教師らと面会を重ね、豊臣秀頼に拝越して、黄金200枚、軍病2000内市3000国を貸しされている。当初、徳川家康の合図征伐に従軍して7月1日に出陣する予定であったが、軍装を整えるのに手間取り出発が遅延した。この間に、石田三成から戦勝の暁には、美濃。 終わりの二カ国を当てがうとの条件で勧誘されて、聖軍に加勢した。八月五日付の三成の書状、備えの人数書には、美野口の将の一人として、名前が記されている。秀信が、聖軍に就いたことによって、美野の諸生の大半はこれに従った。この間、木造左衛門の、スタッフジ三郎、ロウ、上方渡る左衛門の、上方東蔵ら一行門徒である家臣の懇願を、 受けて、三成に断判し、本願寺教授の気楽を助けたという言い伝えも、残っている。柏木彦右衛門、川瀬様之助率いる三成からの援軍を得て、慶長五年八月二十二日、木曽川沿いの米屋で、老身、都戸,戸綱や大番頭、飯沼長助らの二千五百機を先方とし気づり、長政らの兵船を中野村に配置、遊軍として佐藤片星の兵船を新化の村に、 配置し、基礎川を防衛戦として、池田テルマさ、福島正則らの東軍を迎え撃った。総兵力は6,530機という。秀信自身も1,700機を率いて上川で村、円馬道まで出陣し葬式を取った。この戦に関して、陽教寺、善福寺、万太郎寺に出した金星、円馬道に布陣するに際して、秀信の過労から郷氏に発給した文書が、 現存している。飯沼長介が、市柳家,家家老、大塚健太優を打ち取り、主級を、円魔道の秀信の元に届けるなどしたものの、兵力差もあり、敗退した。この戦いでは長子のほか富永勝吉らが討ち死にした。同日夕刻、杉浦重勝の守る竹が花城も落城し、重勝は打ち死にを遂げている。追い詰められた秀信は、十二日夜大垣城。 犬山城に援軍を要請する一方で、岐阜城に牢城した。諸将の配置は、本丸は、秀信と、弟、秀で稲葉山、権ン三3歳に、三成からの演唱、松田十大部、随流寺3歳に、同じく演唱、河瀬様の助ら、相門口に、須田藤三郎を、七曲口に、木造長政節、五点百曲口に、戸戸綱や 水の手口に、無党スケジューローであった。当初、援軍には、島津右馬党が赴くことが決定されたが、取り留めになっている。牢上戦は23日1日続いたが、前日の戦いで兵力が激減していた上、東軍に属するかつて、岐阜城主だった池田照正が城の構造を熟知していたこともあって、敗勢は大いがたく、秀信は、秀則と共に自陣しようとしたが、 テルマサの説得で二十三日降伏会場した。工場戦では上皇諮問で、激しい銃撃戦が繰り広げられ、二の丸門の戦いでは門内にあった、炎症像に火がつき爆発炎上をするほどであった。武蔵、鳥出、本丸七間屋倉でも戦闘が繰り広げられた。数に劣る白型ではあったが、織田秀則や織田兵部、斉藤徳元、木造長政、戸戸綱や梶川隆盛、 武藤助十郎、入江左近、伊沼長美、足立中書、山田又左衛門、滝川次兵、和田孫大夫、津田東衛門、十屋、左兵、伊達兵衛門、大岡様之助といった家臣が奮戦し、寄せ手を食い止めた。侍大将級の内辞にも多く、前述の奮戦した、秀信家臣のうち、伊沼長見、和田孫大夫は内辞を遂げている。武民記では、 福島正則勢が430、池田照正勢が490、浅野義長勢が308の支給を挙げたことが8月28日の項に記されている。また、落城時に最後まで生き残った家臣は切腹したといい、総福寺には、秀信家臣38人が切腹した場所の床板を天井に貼った血天井が存在し、この戦いの激しさが伺える。 なお、岐阜城攻防戦で討ち死にした、秀信の家臣の死休は江戸へ送られ、首実権の後、家康の命によって増上寺、源の誉れ、玉蔵院忠義が麻布県に首塚を築いて供養したとされるが、現在もなお首塚は発見されていない。この戦いで、秀信が岐阜城下に建設した司祭館なども炎上消失した。 織田秀信上吉塚家城を出た秀信は、上加納の清泉棒で剃発して、父方の祖母の郷里である、尾張小織生駒屋敷に移った後、伊駒家の領地であり、父方のおばである徳姫も、一時期滞在した尾張地帯へと送られた。岐阜城陥落後の逸話として、家臣、小林新六郎が、関ヶ原より撤退する、島津義弘の軍勢の道案内をしたことが、伝わっている。 降伏した秀信に対する除名はいかがなものかという声も上がったが、家中に秀信家臣の演者も多かった福島正則が自らの武功と引き換えにと除名を主張したため、合戦終結後に岐阜十三万国は没収されて高野山へと送られた。道中の稽古は浅野家が務めた。岐阜城攻防戦を生き残った秀信家臣の多くは岐阜城攻防戦で戦った。 福島や池田家や浅野家などに招聘された。改易された秀信は高野山で修行を積むことになったが、祖父、信長の言った高野山ゼメが、あだとなって、当初は入山が許されず、10月28日まで待たされた。出家が許された後も迫害を受けた。この間、慶長8年に、おば、三ン丸伝が亡くなった際には、その供養を行っている。 慶長十年五月八日、高野山から出て山麓に住む。追放ともされる下山の理由にはそう起きるなど、自身の乱行が原因であるとの説があるが、秀信自身は仏教を迫害したことはなく、高野山追放は祖父のとばっちりであるとする説もある。同年五月二十七日、無稼いで生涯を閉じた。このことからも、健康を害していたための下山療養とも考えられるが、 死因は自害であるとも伝わる。高野山川では山を降りた5月8日を死亡日としている。去年26、同地の観音寺に遺牌が祀られている。大正期、円徳寺住職が、墓所に秀信の自席を綴った石碑を建立している。墓所は高野山にも存在し、同地の墓所には豊臣秀寺の銅塚が存在する。高原武間の記述一般的に儀所として評価。 されている、公言武官、及びそれに準ずる資料においては、高野山追放後の秀信一行について、以下のように記述されている。高野山へは、伊達平衛門、足立中書、竹内三九郎、荒川木工左衛門の、山野ゆ根目生、高橋一徳祭、森左門、落ちた門ら三十人余りの家臣が突き従った。関ヶ原の戦いに際し、秀信の母、 妻と娘は大阪で人質となっていたが、岐阜落上五六角休神である家臣の和田、孫太夫によって救出されている。しかし、夜間、岐阜まで逃げ延びるのは不可能であったため、和田は、秀信の母と自分の娘である秀信の妻を視察し、首だけを送り届けた。幼い娘は和田に背負われて逃げ延び、大見で百姓に養われて五六角義号に嫁ぎ、 義号との間に六角宇里を設けている。別説なお、死亡説のほか、一部の書籍には、道のくた殴ら一万国で大名に復帰したという記述もあるが、詳細は不明である。平成12年に、天下府部第13号に掲載された、加納博之の論文、最後の岐阜城主織田秀信周縁の地とその子孫がこれら末裔に、関して記している。 あくまで伝承として、下山後、幸福村全福寺に入り地元有力者に視野負家の娘、梅との間に、小田周朝を設けたとされる。加えて、大見源氏の所流と名乗る地元の豪族、木次、増美の娘、町のを形質に迎えて、さらに、小田久史家を設けた、ともされ、伝承では、その後、久史家は男子二人を設け、次男が、 織田直信を名乗り無き服に土着したとする。この子孫と称する一族は、昭和初期まで同地で存続し、一族は、現在も健在である。この他美野に環境した一子があり、古代後の子孫が、坪井信道であるとされる。ただしこれらの伝承については、上質の資料では、実在が確認されない。あくまで子孫の自称伝承でしかない。実際は秀信は、 高野山を降りた、際、内氏は、その2ヶ月後に死亡している。日付イコール旧歴祖父、信長と同じく派手好みであり、兵素より洒落者であったと伝わる。円徳寺に残された、肖像画には切り物を描いた水色の衣に青い、花を描いた紫の袴といういでたちが、確認されている。信長に要望が告示していたとする説もあり、 関ヶ原の前哨戦で戦った時には、信長を彷彿とさせるかぶいた甲冑をまとって出陣したと伝わるが、一方で、岐阜落城時に牢上した家臣全員に感情を書いて渡したという伝承が残る。秀信時代の岐阜領内に大規模な一揆や騒動が発生したという記録はなく、また、信長の保護した寺院を引き続いて保護したり、落一落座、 迂回の保護など信長の政策を踏襲した面も見られ、信長の姿勢方針を継承して、火星を敷かず、水分の重視など、民生や自社対策に心を配っていたことが伺える。岐阜市の縁徳寺には、祖父、信長や池田照正のものと並んで秀信の楽一楽座政策が残っている。秀信は岐阜城をされていることから武将としての力量に欠けるとされることが多く、 遊芸にのみ長じたなどと酷評される向きもある。しかし、関ヶ原前哨戦では、積極的に軍備を整え、岐阜城攻防戦で取った戦術や、敗北時の振る舞い、敵将として戦った、福島正則が、さすが信長の着村なりと秀信を称えている。キリスト教への理解があり、グネッキソルデオルガンティノを尊敬していたという。文禄四年には弟、 秀典と共に入信しており、生まれ持って位が高く、大きな期待がかけられるとルイス・フロイスの年報に報告されている。慶長元年のサンフェリペン号事件以後、信仰を公に表す行動は控えていたが、慶長3年の秀吉没後は、他のキリシタン同様、積極的に活動。慶長四年には、岐阜城下に教会と司祭館、養生所を建設、また終わり、ミノは 信者が増加し、秀信の家来は、大勢信徒であるとアレッサンドロ・バリニャーノにより、報告されている。一方で、自社の混流を行い、寮内の寺院にかるべき保護も加えており、決して、キリスト教一辺倒ではなかった。秀信の創建になる寺院の主だったところには、祖父、信長が、カの国からミの国へと移して、保護を加えた、善光寺如来の分身を祀った。 稲葉、全校児童が挙げられる。また、円徳寺、北家寺、総福寺などの寺院を保護した。これらの文書発給状況から、秀信の岐阜統治がこの頃本格化したことが伺える。秀吉の死後も、秀信の統治方針は変わらなかったようで、慶長4年11月には、本寺に反物を下し、慶長5年にも明生寺に、竹中重春の屋敷跡地を寄進し、 寺地を映させている。本定寺には、異物として感情が伝わり、縁の深さが伺える。小田氏は、兵士とも、藤原氏とも自称するが、福井県入宮越前町小田にある、剣神社の関係から、古代豪族の隠部氏と考えられている。越前に地盤を築き、終わりに派生したため、同じ芝市進化で、守護大閣であった朝倉氏とは、当初からの公敵種の関係であった。 織田のぶだから、小当たり上手で曹祖父の信秀の代で守護代を務める本家と同等に渡り合える力を持った。その後、祖父の信長の活躍で、天下布武に格段と近づいた。しかし、本能寺の変で、信長と父の信忠が撃たれると、一族の内乱で急速に家勢を失い没落した。以下の子孫については、上質の資料では、実在が確認されない。あくまで子孫の辞書。 伝承でしかない、小田秀信の家臣団の一覧、ありがとうございます。